皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。嫁企画合同壮行会、今年で4周年目を迎えるんですが、初の、イベントといったところで、なんかドリフト禁止なのにいっぱいブラックマークがついてますが、あ、これはもう関係ないです、我々とは。はい、気にしないでください。このように、全社、ドリフト体制が整ったといったところで、今回の初、嫁企画合同壮行会で、初の、イベント開催といったところです。はい、これが、僕が住む恵庭市市民憲章の、言葉ですね。はい、こんな感じで、うちの恵庭市はこのようになっております。はい、ここにちょっと東屋があるんですね。はい、おっと、なんかこの奥になんか煙が出てますね。はい、あ、そうです、嫁企画合同壮行会、4周年目にして初の、車ではなく焼肉オフ会といったことを、初めて開催してみました。またちょこちょこっと、いろいろな、もし面白い、ことがありましたら、また撮影してやってみたいと思います。焼肉オフ会です。はい、あ、どうも、今回嫁企画合同壮行会初の焼肉イベント、はい、とりあえず場当たりで始めてみました。はい、とりあえずはい、楽しんでください。あ、親父ワークさん、お疲れ様でした。あ、もう適当に今動画を撮ってます。はい、の様子自体、向こう側の、うん、それで教育に来たんだよな。あ、そうだったんだ。あ、この度は、この度はって、ちょっと、嫁企画合同、危なかった、今、合同葬儀って言ってくれた。合同葬、合同葬儀の、これ焼肉オフ会、初なんですが、しめやかに今、焼肉オフ会が始まっております。皆さん、全部ノンアルですよね。安心してください。はい、ノンアルコール。あ、よかったです。安心してください。はい、ノンアルコールです。あ、わかりました。安心しました。はい、僕もノンアルコールのカルピスソーダです。はい、場所はですね、北海道、恵庭市、そして恵庭の伊佐里ダムというところがあるんですが、そこに恵庭市がですね、このように自由公園と、いうことで、バーベキューとか、そういったことを、できる、恵庭市民の、憩いの場所といったところであります。はい、この奥に、ちょっと木に隠れてるんですけども、伊佐里ダムというのがあります。過去に僕は伊佐里ダムの、動画を配信しておりますが、ダムファンの方は、ちょっと探してみてください。ここはですね、そうですね、恵庭市に、10人以上なりますと使用許可といったものが必要になってまいります。このイベントのためにですね、ちゃんと使用許可を取って、そして、嫁企画合同壮行会初の焼肉オフ会、これを今やっております。また途中ね、何かこう面白い動画とかありそうでありましたら、皆さんに紹介したいと思います。それではまた。